ゴルゴンゾーラ伯爵。黒死病、天然痘、エボラ出血熱などなど、人類の歴史イコール疫災といっても過言ではないほど人類は病気に苦しめられている。そして今猛威を振るっている新型コロナウイルスと似たような状況下に陥ったものが100年以上前に存在していた。それこそが世界人口の約3分の1を苦しめたスペイン風邪である。時は1918年3月4日、アメリカ・カンザス州陸軍ファンストン基地。どうしたアルバート、もう息切らしてるじゃないか。そんなんで戦えるのか。うっせえ、なんか知らねえけど体がうまく動かねえんだよ。頭と喉も痛いし。おいおい、この大事な時に体調不良かよ。第一次世界大戦真っ只中のこの時、アルバート・ギッチェルという軍人から全てが始まったと記録されている。それでどうすんだ、ここでおとなしくお留守番か。さあな、一応報告はしたけど、俺たちはヨーロッパ派遣兵、維新やら四季やらの影響を考えたら体調不良程度じゃ向かわされるだろう。まあどうせただの風邪だ、向かっている最中に治るさ。大したことはないと思うアルバート。しかしこの時アルバートが罹患していたのはインフルエンザ。その感染力は現代人なら誰もが知っているだろう。そしてこの日をきっかけに、わずか数日でクラスターが発生し、522人が罹患してしまったのである。そうしてそんな彼らがヨーロッパに派遣されたことで、わずか1ヶ月余りでアメリカの中西部、東海岸、フランス全土、ヨーロッパ諸国に感染。5ヶ月もすればアジア方面にも広がり、中国ではアウトブレイクも発生していた。唯一の救いは死者数が少なかったことだろう。それでも罹患者の多くは兵士たち。そのおかげでヨーロッパの各国軍の兵力がガタ落ちし、戦線は混乱を招いていた。大統領、これは由々しき事態です。情報統制をしなければ国民の士気にも関わります。なら兵士には手紙にて病気は嘘と書かせ、広報局には都合のいい情報だけを流させよ。病気が蔓延していることを絶対に漏らすな。こうして各国で発令された情報統制。この時唯一中立国であり情報統制をしなかったスペインが感染についての報道をしたことで、スペイン風邪と呼ばれるようになったという。そんなスペインとは違い、戦争参加国は不安の芽を摘み取るために情報統制を徹底化。もし敗れば服役はおろか死刑まで行われるという強い罰則がついていたため、多くの人はこれを守ったのだった。たとえアメリカが戦勝記念として大パレードを強行し、一般市民数百人の死者を出してもだ。何も不安があることはない。私たちは常に勝ち続ける。気を強く持て。さすれば勝利への道が切り開かれる。しかしそんな中、8月後半に情報統制をしている場合ではない事態が発生した。それがアメリカで発生したウイルスの変異。これまでは現代とさほど変わらないインフルエンザだったのが、急に強毒性を身につけたのだ。先生、患者の出血が止まりません。肺の中にも大量の血が入っています。なんだこれは。症状がまるで違うではないか。これはまるでペストと何も変わらない。変異ウイルスの致死率は3から 7% と第1波のおよそ10倍。戦時中特有の劣悪な衛生環境と栄養不足、そして院内クラスターも相まってどんどん感染していった。そして抗生物質は未発見で、ワクチンも存在しない中、免疫を全く持っていない15から35歳の若年層を中心に死亡。まさかこんな形で終わりを迎えるとは。2ヶ月もすれば全世界に広がり、兵士の減少もあって、第一次世界大戦が終結へと至ったのだった。それらとほぼ同時期に日本でも米騒動の最中に大流行。大丈夫かお前。記録によれば、福井県にある人口約1000人の村で全滅しかけたという。くそ、930人が感染って、俺たちに死ねっていうか。総理、我が国の感染が止まりません。どうなさるおつもりですか。どうもこうも最新の光学顕微鏡を使っても何も発見できなかったんだろう。
予防や対処療法をしていくしかない。そうして出された対策が現代における新型コロナウイルスとほぼ同じだった。流感を避けよ、人がたくさんいるところは立ち入らず、公共の場ではマスケをつけるようにか。マスケってなんだ。口と鼻を覆う布みたいなものだろうよ。手ぬぐいでも買って言ってるし。その後、対象版のソーシャルディスタンスとマスク着用が推奨されながら、情報の拡散には劇場などで講習会も行われていた。咳をする人には必ず近づかないでください。そして罹患者は隔離、自覚症状があればすぐに医者を呼びましょう。そして学校は全面休校、相撲の巡業や多種多様な興行は中止か閉鎖しますので、皆さんできる限り家にいてくださいね。あれもダメ、これもダメ、陰鬱とした毎日になりそうだな。こうして様々な予防対策が行われていく日本だが、根本的に解決に結びつく手段がない以上、焼け石に水状態。うちの女房を入院させてください。昨日からずっと発熱しているんです。すみませんが、圧倒的に病床が足りておらず、入院自体ができない状態なんです。薬はお出ししますのでお帰りください。そんな。全国で感染拡大の歯止めは効かず、死者も増加。病院は一瞬で満杯となり、医療壊滅が起こっていた。また足りていないのは病院だけではない。人手不足の病院に看護婦を派遣せよ。給金はいくらでも上げても構わん。金なら戦争特需で大量に手に入れたんだから。そうしたいのは山々なのですが、そもそも看護婦自体がいないのです。お金はあっても。それではなんだと。病院は常に満杯状態、ワクチンもなく看護婦もいない。ふわー、お母さん、もう終わりだ。人々はハイスピードで追い込まれていき、とある火葬場では遺体の入った看護家が山のように放置されていた。どうあがいても死んでいくこの現状、政府には期待できず、だからこそ神頼みやデマが拡散するのは無理からぬ話だった。話せ。俺は家族のために呉服を買って帰らないといけないんだ。だからって満員電車に乗るなよ。お前みたいな奴がいるから感染が止まらないんだろうが。満員電車は規制されてないんだからいいだろう。乗ることに文句を言うなら政府に言え。そもそもそんなことしなくても、ネズミを焼いて粉末にした薬を飲めば大丈夫なんだよ。え、そうなのか。まあ人から聞いた話でやったことはないんだけどな。でも火のないところに煙は立たぬって言うし、ありえるだろう。もちろん呉服を用意したところで効果は確認できないし、ネズミの薬なんてものを飲めばさらなる病気を引き起こすことは間違いない。それでも絶望の毎日が人々にこういった信仰を信じさせてしまったのである。そして日本で発生してからおよそ3年、感染者数が減少。なぜだ。おそらくですが、感染の拡大限界が訪れ、さらに感知した人々が抗体を手に入れたからだと。スペイン風邪の流行が突如として終焉を迎えることとなった。私たちは疫災に勝ったということか。自然というものはどこまでも気まぐれなのだな。突如出現し、嵐のように猛威を振るって消えたスペイン風邪。感染者数は世界人口18億人中5億人にも達し、死者は1億人以上。日本では5500万人中およそ2380万人と 43% が感染、死者は45万人と言われている。そしてこの45万人という数字は原爆投下による死没者に匹敵している。これからどうなるかわからない世界。過去と比べ明らかに文明が発達している現代とはいえ、凶暴に変異する可能性もある。そのためにも過去のことをよく知り、先に備えていく必要があるのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。